はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんネクロフェイスというモンスターご存知でしょうか。これいつだったかな、なんかいつだったかちょっと忘れたんですけど、ネクロフェイスっていうモンスターあまりにもクソすぎて、なんかムドラケルドとかアギドケルベクが生きてる時に全部生きてる時になんかネクロフェイスを墓地に落として白雪でめっちゃ除外して相手のデッキを根こそぎ除外して、デッキ破壊をするっていうギミックが結構流行った時期があったんですよ。それでなんかリミット2に規制されちゃったんですけど、今回ね診断でライドロロっていうギミックが、追加されておりまして、診断のギミックとしてでこれめっちゃぼっちこらせるんでめっちゃ強いんですけど、これで白雪とネクロフェイスを落とすことができればネクロフェイスを無限回、除外して相手のデッキをひたすらに除外することが、リミット2でも余裕でできるなということに気づきました。1回除外してもう一回その除外ゾーンからデッキに戻したりとか、あと墓地に戻したりとかっていうカードが結構いっぱいあるので、こいつの効果を今日は100回連打して相手のデッキを500億枚、除外していきたいと思います。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや割とハンドはいいハンドと言えるんじゃないでしょうか。どっから行くか問題な、これライトロデーモンが行くか。さあビースト戻して特殊召喚したいよという子か。なんだろうな、これ G かな。今タイミングで戻すタイミングでちょっとG か。 OK、 突っ張ります。突っ張るしかありません。行きましょう。もう知りません。増殖する G なんていうのは相手のデッキを破壊することがコンセプトのデッキになっている中で、増殖するうちは逆にプラスに捉えていった方がいいかもしれません。もしかするとちょっと一回無効系引かれる前に先にちょっとライトロードセイントじゃねえよ、なんかなんだっけこれ、ライトロードアテナミネルバ出していきましょう。さあアテナミネルバの効果を発動。よしそれ OK。増殖するうち打たれないでも一応デッキ破壊できるようにデッキが組んであるんですけど、逆に増殖するうち打ってくれた方が意外と破壊する速度は速くなるっていう説はあるからね。未開域暗黒界みたいなのに増殖中時打っちゃいけないみたいな話だよ。ライトロードもね結構展開力あるからちょっと回してやっていくわ。一旦これシンクロするしかねえな。行くしかねえ。いけ。ふん。ビサスアムリターナの効果によって、ビサススタクロスト系のカードを1枚手に加えることができるぜ。よしいいぞ。今のところ何も引かれていない。異世界ペレーの効果を発動。これはハウフでいいか。そしてライトロードアテナミネルバの効果を発動。いやこれしかないか。ちょっとなんかここ除外するの嫌なんだけど、しょうがないね。さあ全部除外して4枚カードをもうちょい食っていく。あんま強くねえな。ティアラメンチェイレーンの効果を発動。ティアラメンチェイレーンの効果によってハーフを墓地に送りながらカードを3枚膨張っていく。さらにハーフニスの効果を発動。ハーフニスの効果により、よし意外と妨害飛んでこないぞ。大きく妨害飛んでこないぞ。これいけるか。ワンあるなこれマジで。これいけるぞ。さあいけ。キットカラスバックダウン。29枚、あと29枚、あと29枚。ティアラメンツキットカラスの効果を発動。ティアラメンツキットカラスの効果によって、これは発動しない。そしてレイのハートを1枚手札に加えていく。さらに人からスポッチを食ってティアクシャ出してで人からその効果発動する。でさらにティアクシャの効果も発動していく。さあアルティメット8枚壊し、アルティメット8枚壊し、自分もちろんはいはい。オッケー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 。よしいいぞ。いろいろ出てきたぞ。いろいろ出てきてはいる。一旦ヴァンパイアするわ。一旦ヴァンパイアしてオッケー。ほんでデストルドの効果レベルを3にして出してくる。よし誘発ケアいきまーす。あまりにも遅すぎる誘発ケア。バカ遅い誘発ケアいきます。バロネス着地あまりにも遅すぎて泣いちゃった。全世界が泣いてると言われています。で、一旦ライトルドセイントミネルバを出しに行きましょう。ミネルバ2種出てくるのこのデッキあっちいな。ミネルバ2種出てくるのめちゃくちゃあっちい。さあとりあえずこれでアルティメット墓地壊しいきますわ。お、なんか引いたかニビルー。フレルドバロンですね。これエフェクトベーラーって言わないでね。オッケー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 。危ねえ危ねえ。よかった。なんかニビルここまで引かないでくれてありがとう。序盤の方でニビル食ってくるとまあまあやばいんで。さあとりあえず、4枚墓地の食っていく。なるほどね。はい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 。いいじゃん。これ特殊化するか。で、ドラグン・オブ・ライト・ロードとトリック・ランの効果発動して、まあ、トリック・ラン自身を特殊召喚。これもう2ビル降ってくることはねえから、まあ、大体ね、もうね、エフェクトベーラーとか無限保有ぐらいなんじゃあと降ってくるの。なんで、まあ、そんなもんなんかやばいことは起きないんじゃないかなと思うんですけど。よいしょ。OK。で、ドラグン・オブ。これあんま意味ないか、でも。これなんか、まあ、こいつ落としとくか。ちょっと、一応ね、墓地を食って、なんか引いたね、相手。これはもうなんか引いたわ。何かを引いたと思う、これ相手。まあ、こっから引かれるのも無限雇用とかエフェクトベーラーとかそっち系だと思うんだけど、これ、ね、重ね引きされちゃってると、今の2ミリが通ってるやばいみたいな話はあるから、とりあえずデュガレス発動しますね。はい。で、2枚ドロー1枚捨てしたいですよ。あ、ネクロフェイス、いいね。いいやんけ。いいよ。今非常に、さあ、圧倒的墓地壊し能力によってありえない展開力を見せつけていくぞ。そしたらミネルヴァの効果も使って、まあ多分もう大体大丈夫だと思うけどね。もうほぼデッキ残りあと6枚なんで、残り1枚か。これでやべえ、めっちゃドローした。やべえ、残りデッキ1枚やって、さすがにいけるな。さすがにいける。多分これネクロフェイスをですね、あんまりその何ですか、無効にするみたいな手札誘発は基本的にはないので、まあ、ガンマとかはあるけど一応じゃあんま飛んでこないと思うから、これで一応全部の、デッキのカードが墓地に送ることができました。はい、これでもう、余すところはないので、もう全然意味なかった。送り身もほぼよし。これでいくぞ。こっからだな。あとは、白雪の効果を発動。さあ貴様に絶望を味わわしてやるよ。ネクロフェイスとなんか、適当なモンスターをゲームから除外することにより、これでいいか。はい、これで白雪を特殊召喚する。そして特殊召喚に成功したためネクロフェイスの効果除外された場合、お互いのデッキトップを5枚ずつゲームから除外。そして電脳回帰ニャンニャンの効果によって除外されているモンスターを、デッキに返し、さらにチェンシーリターンオブアンデッドの効果も発動。リターンオブアンデッドの効果によって除外されているアンデッド族モンスターをデッキに返す。こっち。さあこれでネクロフェイスが除外され、そしてデッキからデッキにネクロフェイスが戻り、さらにネクロフェイスの効果によってネクロフェイスが除外。おらよボケがよ。ライトロードに増殖する字を打つということがどういうことか分かっていただけたかな。分かっていただけたようだね。何このチェーン。なんでもうネックのフェイスなんか無効化できるわけないだろ。いや、みかんこ神隠し。ああ、全然除外状態のみかんこモンスター特殊がいいだろ。それはどうでもいい。まあまあどうでもいいぜ。それはどうでもいいぜ。ああ、晴れなんかもういくらでも特殊化していいよ。帰りまーす。はい。で、もう一回除外されまーす。はい。効果発動しまーす。はい。じゃあな、楽しいデュエルだったぜ。対戦ありがとうございました。増殖する銃を撃つタイミングは計画的にな。デッキ破壊ってなんでこんなにワクワクするんだろうね。これなんかデッキ破壊っていうさ、なんかギミックめちゃくちゃやっぱさロマンにあふれてるというかさ、落ち強。落ち強。びっくりした。落ち強すぎだろこれ。やばいなこれ。まあまあの犯罪ムーブしてるぞ今俺。アルティメット犯罪ムーブかわしました、シェイレーンでキトカロスを融合召喚しながら、ビーストウルフとアーチャーフェリスを落とすという、あまりにも犯罪ムーブねこれ。これさすがに相手これ泣いてるでしょこれ。はいはい。でビーストウルフ出てくると、さあ誘発あるかな。あるね。なんか無限攻撃だけやめてほしい。あ、ウララは、まあ、ウララ全然いいや。ウララは OK。 ウララは OK です。全然ウララ1枚でね止まるような出来じゃないんで。多分大丈夫だと思います。で一旦ミネルヴァで様子見に行こうか。ちょっと無限包容とか打たれるのが一番うざいので、一応水をミネルヴァで様子見ていってまあこれどっちでもいいかな。あ、なさそうだね。うわ、すごいドローした。めちゃくちゃドローしたんだけど強っミネルヴァ強っ。やっぱライトラドデッキで使うミネルヴァマジ強いな。すごい量のモンスターで、すごい量のドローしたの今。3枚ライトラドドローしたんか。強いな。まあデーモンを送りましたね。はい。デーモンの効果によって、アーチャーフェリスを返して、で、デーモン特殊召喚して、で、さらに、あ、強い強い強い、やばい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 、宇宙が巻き起こってるって。宇宙だ、これはマジで。宇宙を感じていただきたい。ぜひ。宇宙来たーで、アーチャーフェリス特殊が。はい。で、一旦ですね、ライトロードをミネルヴァちゃん出しに行きますか。ライトロードだけを使っていると非常に強くて、ライトロード素材の数だけ、デッキからライトロードを墓地をくれるという最強の効果あるので、これで、墓地に落としていくと。なんかあんなこれ。まだなんか持ってる。あれなんか今一瞬光らんかった。なんか今一瞬光った気がしたんだけどな。まあ、ちょっと一回ガロス特殊化するわ。ガロス結構強くてね。なんかライトロードの効果でカードが墓地をくられると、なんかその数だけ2枚墓地をくって、でその中にライトロードがあればなんかドローできるみたいな。なんかそういうね効果してるんだけど、まあ、めちゃくちゃ強いってことだ結局は。で、ビサススタッフロス、なんか一瞬さ、なんかさ、優勢権渡ってる気がするんだよね。これまさかニビルとか持ってないよね。大丈夫これ。なんか、割とニビルとかこういうタイミングで打たれると一番辛いんだけど、これニビルだったりしないよね。大丈夫だよね。これ、大丈夫かな。ライトロード、アテナ・ミネルヴァさんの効果発動したいんだけど、なんかある？なんかさ、光った気がしたんだけどな。ですね、除外すんのは、これでいいかな。後で読み直してから。はい。オッケー。で、ガロスの効果とサリークの効果と、が発動。で、サリークで、シェイ持ってきて、で、ライトロードウォリアーガロスの効果でカードを2枚ドローして、で、ドラゴンブライトロードの効果によって、パニッシュメントを持ってくると。あまりに強いね。手札何枚なってんだよ、これ。これ手札何枚なってんだよ、これ。やばいだろ。やってること。で、ここで、はい、ティアラムツクシャトリラ君の効果を発動して、これまた8枚肥やしするでしょ。これだいぶ落ちてんな。ネクロフェイスあと1枚落ちてんが。ネクロフェイス、白雪がいいのか。そして、白雪、ネクロフェイス落ちたね。ネクロフェイス落ちた。では、デストルドを、使います。はい。はい。あ、なんか、あれなんかさっきさ、チェーンがあった気がしたんだけどね。で、バローネスで、これなんか演出チェーンとかいうやつかな。演出なんか相手が見てるとなんか、チェーンが向こうに映るみたいな話を聞いたことあるんだけど、ちょっとあんまその辺よくわかってない。ほんで、パニッシュメント出しに行って、で、2体でジアンデッドもしていくと。はい。あまりに強いね、これ。ありえない量の、あと7枚ね。あと7枚の、墓地壊しが必要と。どっちでもいいわ。はい。なんか、あんだよな。なんかちょっとチェーンするよね。で、モンスター特殊召喚します。なんかわかんないけど、サモナルミナス特殊召喚します。はい。オッケー。で、フェリスはもうちょっと出てくるところ、場所がない。出てくる場所がないの草。出てくる場所ないの草。これで、デッキの中これ何残ってんだこれ。あと。わかんないけど、クソ適当にライトロードドミニオンキュロス出して、で、効果起動して、いいね。ホーンテッド、アンデッドを落として、で、さらにカードを3枚持ち込ませるんで、これで全部落としました。ですね、そしたらですね、白雪が、まあ、召喚剣使ってないんだ、これ、いかれてるでしょ、さすがに。ほんで、セレーネを出しに行きましょうと。白雪を巻き込んでな。はい。あとはですね、お祭りです。はい。ネクロフェイスフェスティバル始まります。行きましょう。ネクロフェスティバル。あとはね、ほんとネクロフェイスを無限回フェアリーテイル白雪さんで除外していくだけなんだけど。はい、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 はい。これでいいですね。はい。で、これで、ネクロフェイスがめっちゃ除外されて、はい。で、特殊召喚。はい。で、ネクロフェイスの効果チェーン1。ネクロフェイスの効果チェーン2。で、ニャンニャンちゃんの効果チェーン3。対象は、ネクロフェイス、でホームテッドアンデッドの効果チェーン4でこれでもう1回、デッキにネクロフェイスが戻るインチ臭いよなこの動きこの動きマジインチ臭いんだよな。はい、ネクロフェイスの効果除外されるでさらにネクロフェイスの効果ネクロフェイスの効果でさらにターボアンデッドの効果いいよいいよいい感じだよいい感じいい感じめちゃくちゃ除外できてるデッキなくても除外できるのすげえよネクロフェイスな。はいはいはい、オッケー。さらに5枚。あと11枚。だからデッキ40枚あったけど、大丈夫 ?40 枚で。足りてるかな ?40 枚で。大丈夫かな、まあ、およそ足りてるようには見えないんだけどね。さあ、で、これでライトドローサムナールビナスの効果を発動。ね、手札を捨てて、で、捨てたやつをそのまんま特殊召喚。はい。よいしょ。で、ちょっと一回邪魔なのでセレーネ出しに行きましょう。こことこことここで。セレーネちゃんを出しに来てほいとで、トライアライトロードシャーマンルミナスさんの効果発動してですねルミナスこれシャーマン除外するしかないのかで対象とするモンスターこれ特殊召喚します。はい、でレベル3のモンスターが2体でオーバーレイしてリヴァイエール出す。でリヴァイエールは除外されている、ゾーンからモンスターを特殊化するという効果なんですけどこれでリヴァイエールの効果によって誰やねんみたいなモンスターなんだけど、なんか、ジ・エンド・オブ・スピリッツを特殊召喚。ジ・エンド・オブ・スピリッツは破壊されると除外されて闇属性を墓地に戻すという効果があるので、こいつを破壊してると、なんと、ネクロフェイスが墓地に舞い戻ってくる。はい、最強。一応効率効果発動しますか。どっちでもどうでもいいんですけどね。結構どうでもいいんですけども、特殊召喚しておいて、はい。はい、で効果発動して、はいで、ちょっとなんか誰でもいいや。はいでこれ特殊してでこことここでこうしてはいで白雪出してでさっき戻しておいたんであやばい時間ねあれ選択できないこれ、さっき戻しておいたので、まあ、戻しておいた、適当なモンスターをゲームから除外することによってネクロフェイスでさらに、デッキの10枚を除外していくともうあと3回くらいは除外できるのでネクロフェイスをなので一応ね多分ね60枚ぐらいでもなんか意外といけそうな気がしますよ。はい60枚デッキでも多分なんか割とデッキ削り切れるパワーはあると思うこのデッキははいエンドフェイズ残りデッキ0枚の状態でターンが当たるとドローできないんで負けといやまあ周りと反動いやそうよねかうわ出たミラーだ来たやばいライトロードミラーだライトロードミラーは確実に先行ゲーと言われてるんだけど大丈夫かこれ確実に先行ゲーって言われてるんだからこれ大丈夫かドラグーンオブライトロードやばいほんとね、ライトルロってね、これ問題点が1個あってさ、デッキとしての。手札誘発とか入れるとさ、なんか、落ちても強くないじゃん、手札誘発って。結局、手札誘発ってなんで入ってるかっていうと、相手の先行展開を止めるために入ってるもんで、別に自分のデッキから落ちても別に嬉しくないから、なんか増殖してほしいとか、まあ、増殖しては別だけど、春うららとかね、ああいうのなんか、あんまりなんかライトルロのデッキを助けてくれないんで、回るのね。だからなんかそんなに相性がなくて、手札やつをぶっこ抜いた方が先行展開強いんですよ。でもそうなってくると、今度ね、後手がね、マジで弱くなるんだよね。まあ手数でゴリ押すしかないんだけど、基本的に。こういうのは今みたいなハンドだと、なんか手数クソもないから、手数もクソも。あんまり出ないじゃないですか、なんかゴミ結構いっぱい引いてるからね。てかね、ライトラロってね、ビーストウォルクとアーチャーフェルスっていう、なんか手札に来たら特に何もしない、1体では。単体では手札に来ても何もしないモンスターがめっちゃいるから、ゴミ引きが結構多いんですよ。だって手数出すのまあまあむずいってのもあるんだよね。これがライトロードの弱点ではあるから、なんか結局なんかティアラメンツとかと組み合わせたりとか、あとホルスと組み合わせたりとか、いろいろ組み方もあるんですけど、ティアラメンツとかだと特にやっぱちゃんと手札やつとかと積んで、ティアラメンツだけで戦える、で、G 打たれてもキトカロスでストップできるみたいな感じの構築にした方が基本的には強いと思います。ただ、これは気持ちよくなるデッキ実況チャンネルでもあるじゃないですか、龍実況チャンネルって。なので、まあ、そういうの無視して、自分だけ気持ちよくなるということでやってますんで、ご理解、ご了承のほどよろしくお願いしますと言って、いう話をしているんですが、まだ展開は終わりそうにありません。これ、何するおじさんだよ、もうなんか展開待ち長えって、もうタイムアウトせえって、もうデッキ残り0万やんけ。え何をコピーすんだ、これ。いったいったえ出たやばい残骸爆破やまずい残骸爆破だとやばい残骸爆破はちょっとやべえな。ちょっと残骸爆破はかなりやべえぞ。待ってくれ。もしかするとこれあれか再セットくるかやべえやべえかもしれねえ。トロイミア、グリフォンの効果によって残骸爆破を再セット。なるほどなるほどドロースタンバイフェイズあインチキ臭いってよ残骸爆破2回くらいインチキ活動してるってこいつおかしいよ絶対にそれ俺もやろうと思ってたのに